まあ、仕事終わって帰りますよ、バス乗って小岩駅ね、小岩駅に向かいます。僕あの悪いこと言うつもりじゃないですけど、小岩って一応東京らしいんですよ、東京と江戸川。あんまり僕は東京って感じですね。やっぱり渋谷とか新宿とかそっちの方行っちゃうと、やっぱこっちの方が都会だなって思っちゃいますね。ちょっとバス来るまで待ちます。ただいま。あの後ちょっ、まあ5分ぐらいしてバス来て、電車なんやのって言ったら、気づいたらもう夜8時過ぎになってましたね。まあ、何が言いたいかっていうと、今日も一日頑張ったってことでございます。まあ仕事した皆さん、今日も一日お疲れ様でした。明日仕事の人頑張りましょう。明日お休みの人はゆっくり休んでください。体休めるのも大事ですからね。まあ自分が体調崩したらね、一番ダメだと思うんで、まずは自分の体調管理しっかりして、まあ休みの人は休みましょう、ゆっくり無理せずに。僕も明日仕事なんで、また頑張りますけど、明日行ったらまあ土日休みなんで、まあ土日休み、まあ一般です。そう、まあ明日頑張ればね、土日休みなんで、皆さん頑張りましょうね。もしかしたら明日休みの方もいるかもしれない。その人はまあゆっくり休んで、体休みましょう。電車だとね、疲れて寝ちゃって気づいたらね、降りる駅過ぎてたってこと僕よくあるんで、そういうのちょっと気をつけたいなと思ってますね。ただ今日も一日お疲れ様でした。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃ、バイ。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。